こんなさなんか白い帽子かぶっちゃってさ、うん可愛い,いよ。ねえ、こ、うん、んなもう変わりましたねショーマーも成長しましたよ。はい。<laughs> マキコとかな子のおしゃべりフィギュア。ュアまあ今年のグランプリシリーズは北京オリンピックの前ということで、まあ男子ね日本代表は三枠、うん。ショーーはね入ってほしいですよね。 当然でしょ入りますよ私中長で今もうよく一緒でお尻はたたいてないけど、まあ、肩ぐらいたたいてるん <laughs> のアクセルなんかいろんなこと言ってるよ」「<laughs> いやもうちょっとですよね」って「どういうとこやったらいい?」と思って「気合ですね」とかね「ね <laughs> <然>タイミングですね」って「そんなの分かってるわ」みたいな感じで。 まあ自分でもね、うん、あの今シーズンは見せてくださいぐらい言ってるぐらい、うん、調子は悪くないのね<ー>調子は悪くないいい方向にはいってると思うの練習見ててね、うん、かなり、えっと、ルッツはだめだよご存知ではルッツはだ、ね、め <laughs> で,ですけど、はい、<laughs> フリップもループもサルコンもトーループも私は見てるけれども、うん、今までよりも確率もいいしね、うん、いい方向にいってるんじゃないかなっていうふうには思ってる。<お>うん 頑張ってほしい私もね、やっぱりテレビの前でしっかり応援していきたいなと思います私もテレビの前で応援します、ね、私たちテレビの前でしっかり応援しますのではい、はい、どうですか、そうたくんはやっぱり能力はすごいある。そうなんだ、うん、でね、よそにいた時にはちょっと男の子でさ、やってるからさ、ちょっと生意気かなって思ったのね、うん、<laughs> でも、来たらかわいいの。<laughs> 先生さ本当に男の子に甘いんだよこ<や>先生も,マ先生もいや本当にね女はダメだね <laughs> 男はね純粋無垢 <laughs> でもう何を言われてもはい <laughs> って言てって,いても、うん、いい子なのよまた、ね、一生懸命やってくれるし、うん、うちの門をたたいてくれたことに私は感謝してるし、うん、嬉しく思ってるので花開けるといいなっていう風に、うん 思ってる、うん。なんか楽しみだなと思います。おちゃん、すごく今週。だから、ソうたも、すごい楽しいんだって。今ああ、すごいいいこと、うん。すごい楽しいって言ってます。教え子になってみて、印象変わったこと、まあ、今ちょっとちらっとありましたけど、何かありますか。その余計好きになっちゃった。<laughs> 余計好きになっちゃった。余計好きになっちゃった。<laughs> うん、いい子です。うん、皆さん、いい子ですので、よろしくお願いします。<laughs> 全然。 違うかなの時と。<laughs> <laughs>